間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。年末から年始にかけまして、品不足で皆様にご迷惑をおかけしておりました中国製の手工楽器ですが、今回また1台良いものが入ってまいりました。29万5000円のストラディバリモデル。仕上げはいつものようにアンティーク仕上げとなっております。これが今回新しく入ってきました。29万5000円のバイオリンです。こういった部分は実際に触っていただくとお分かりになるのですが、本格的な凹凸のついたオールド仕上げになっております。今この反射させて少しへこんだところが分かりますでしょうか。スプレーで陰影をつけただけのオールド仕上げではなく、このような本格的な凹凸感、凸凹がついたリアルなオールド仕上げとなっています。音についてはぜひ同じ30万円クラスの楽器ではなく、80万、100万、150万クラスの楽器と比較してみてください。決してそれらに負けるものではないと私は確信しております。